スカマホンシンフォーニーセンターはアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルのダウンタウンにあるシンフォニーセンター。2003年12月3日に着工し、2006年9月9日、レナードスラットキンの式によるガラコンサートで正式に開館し、この模様は PBS 系列で週内に放送された。このセンターの名称は1985年から2005年に亡くなるまで、 ナッシュビルシンフォーニーの音楽監督兼指揮者であったケネス・シャーマーホーンの英語読みにちなみ亡くなる前に名付けられた。2006年、この建物は21世紀のニュークラシカルアーキテクチャーの代表作に選ばれた。スカマホーンシンフォーニーセンターの中心部は3万平方フィートあり、ナッシュビルシンフォーニーの本拠地となるローラ・ターナー、コンサートホールは1844席ある。 このホールはシューボックススタイルである。30の防音装置、20の最高窓と自然な照明を特徴としている。テネシー集下であるアイリス、ローラ・ターナーが生前馬を愛していたことから定鉄、ナッシュビル・シンフォーニーの創立に重要な役割を担いマックスウェル・ハウス・コーヒーの当初のオーナーであった地元のチーク家を象徴するコーヒー豆などの複雑なシンボルモチーフが ホールやセンター内に施されている。ローラ・ターナーコンサートホールは3層以上からなる。内部対抗法にある146席の合唱用座席は合唱がない演目の場合は観客に開放される。舞台には最大115名の演奏者が登壇できる。サンフランシスコのショーエンスタイン社製の47音、64、複合ストップ、3568本のパイプ。 32本の足鍵盤のカスタムメイドのマーティンファンデーションコンサート、オルガンを特徴としている。この建物の新古典主義建築デザインは、センテニアルパークにあるパルテノンシンデニアナッシュビル図書館など市内の古典主義建築やニオクレイシキルストラクチャーズの要素をブレンドしている。この建物の内部は、技術と音響の特性を備えている。 ブラジリアンチェリーとヒッコリーの寄せ木の床のある一階席は、リフト装置により、前に出したり、低くしたりする、機械ワゴンが実装されている。この、チェアワゴンにより、約2時間で、コンサートホールから5700平方、フートのボールルームに変化することができる。機械化された何十もの音響幕や板が短時間で、並び替えることができ、様々なジャンルの音楽に対応する。 ローラターナーコンサートホールは周りを2インチの空間で囲まれていることで外からの音を呼び、音漏れを遮断している。スカマホンシンフォーニーセンターには他に小規模のエンス、また西側には柱で囲まれた庭園であるマーサ・リバーズ、イングラム・ガーデン・コート・ヤードがある。アレン・ウォルター・ワトソン・シニア・ファウンダーズ・ホールなどロビーがいくつかあり、公的視的にかかわらず様々なイベントが行われる。 ワシントン DC のデイビッド・ M ・シュワーツ・アーキテクツ社が、ナッシュビルの R ・スー・エンソン・アソシエーツと共に設計し、アクスティックス社のポール・スカブローが音響面の設計を行った。2009年、スカマホン・シンフォーニー・センターは、アーバン・ランド協会賞で音響面及び、地域貢献を評価され、北米及び、南米の最終25県に選ばれた。2010年5月、 ナッシュビル内外に大きな損害を与えたテネシー洪水により、スカマホーンシンフォーニーセンターは約4000万ドルの損害を受けた。浸水は高さ24フィートにまで及び、電気施設、機械施設、広いキッチン、多くの楽器が被害にあった。この時被害にあった主な楽器は、スタインウェイサンズのピアノ2台、パイプオルガンの送風部、コンソールユニットなどである。 すぐに修復が開始され、8ヶ月未満の同年12月31日、イツアーク・パールマンのコンサートで再開した。オルガンの復元は2011年5月のオルガン奏者キャメロン・カーペンターのコンサートまでに完了した。2013年6月6日、この建物は8230万ドルの負債があり、2012年度2170万ドルの負債を負い、 ナッシュビルシンフォーニーに対し、スカマホンシンフォーニーセンターを担保にするという正式通知がバンクオブアメリカから出されたと報じられた。2013年6月28日にこの建物のオークションが予定されたが、バンダービルト大学元学部長で、事前科のマーサ・イングラムとの交渉により、負債が2000万ドルにまで減らされ、オークションは中止になった。ありがとうございます。